はヴィンテージの F キーを交換していきます。これ買いました。フェンダーのやつですね。この68年の、デリキャスター信頼全然弾いてないんですよね。なんで弾いてないかっていうと、このペグがめちゃくちゃ硬いんですよね。オリジナルのやつ一回分解してこう、グリス塗り直したんですけど、それでも硬いですね。これがここが硬い、めちゃくちゃ硬いです。硬いな。1弦なんか下げるんも下げるんもきつい、上げるんもきつい。痛い手が痛い。これちょっと交換していきます。これがオリジナル、こっちがリプレイス。見た目は近いですね。かなり近い。はまらん、引っかかってるな。こっちに引っかかってる。これをちょっと外してはまるかやってみます。これがリプレイス、こうすれば交換はできるかな。ここがちょっと低くなってるな。テンションが変わりそう。ペグの緩みは、いや全然ない。 OKOK。 ただネジ穴がちょっとずれてるかな。いい感じ。あ、無改造で、全くの無改造でつけると、このネジが穴がちょっとずれてるんで、こうはネジ打ちできないです。ちょっと斜めにすれば全然問題なく、いけてる。おお、すごい滑らか。当たり前やけどすごい滑らか。これブッシュはオリジナルのままですね。お、いい感じ。ちょっと弦張ってみます。滑らか、すっごい滑らか。これが使えるって普通に便利。ちょっと隙間があるからちょっとぐらつくな。ペグ交換しました。ほぼほぼ一緒ですね。ピカピカになったぐらい で一番大事なのが使い勝手ですね。これで、あー、めちゃくちゃ滑らか。あー、すっごい滑らか。うわ、全然ちゃう。いや、なかなかこれF キーのペグが硬くて困ってる人、このフェンダーのリプレイスの F キーのペグ、なかなか使えますよ。いい感じです。